はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、えー、オールカマーの対策動画の方、いつものね、感じでやっていきたいなと思うわけなんですが、まあ、昨年はね、あの、ジェラルディーナ、本命でね、えー、敵中ということになりました。もう、あれから1年ですかなんか早いっすね。なんか、すごくあの、クッション地って面白いよねってのが、うん、伝わったね、あの、思い出深いレースなんですけれども、あれからもう1年も経つということでね、まあ、今年も、えー、いい結果がね、残せるように対策動画からスタートしていきたいなと思います。 でクッション値9.5以上なんですけども、見なくてもいいですよね、ここね、本当はね、飛ばしていいですよ、はい、あの中山のクッション値、ずっと8台ですからね、どうなってんのっていう感じなんですけど、この開催。うん まあ、あの、9.5以上に急に上がることはないですよね。うん、急に上がることがあったら、なんか他にね、あの、片したい馬が、JRA がいるんだよなーっていうぐらいの話じゃないですか。先週の話から繋がっちゃいますけど、はい。まあまあ、一応覚えておいて損はないですけどね、もうディープインパクトサンクの成績がとても良いので、クッション値が高い場合はね、狙えるんですけど、まあ、そんな機会はおそらくないでしょう。 で、クッション値が9.4以下の場合、まあ中山なんでね、逆にそんなことが少ないので、母数こんな感じになってしまいます。はい。なんですけど、こっちのね、えー、数値の方に完全になっているこの開催ということでね、恐ろしいですよね。本当ね、大変ですよ。そんな、ん、まあ、後ほども言いますけど、スプリンターズステークスの時点ではね、見ほの反路もあの、プレオープンで使えるらしいんで、クッション値ね、あの、8台の、 えー、なんでしょう、えー、スプリンターズステークス。クッション値8台の中山競馬場で、えー、スプリンターズステークスがあって、しかも反論も一応使えるようになっているなんてね、もう想定外の流れになってますからね、ちょっと弱っちゃいましたね。で、まあここはね、ここもまあいいんですけど、クッション値9.5以上の中山の芝の2200メートル。まあ前有利っちゃ前有利ですよね。上がり1位の馬でも勝率が36.4%しかないので、 うん、あのいいポジションを取っている馬のほ、えー、まが、あ、馬券的には計算しやすいのかな予想的には計算しやすいのかなという感じなんですけど、はい、あのクッション値がめっちゃ低いんでね9.4以下どころかねもう8台なので、えー、そうなってくると、まああのー、前の方がいいっちゃいいんですけど上がり3波の1位の馬が半分勝ってると上がり3波の1位出した馬の86.4%が馬券内に来てしまっていると。 1> うん、で1位2位3位までですよね突出しているので決め手がある馬であったりとか、まあ、あの前に行っても後ろからでもね決め手を使える馬というのは重要になってくる、まあ、クッション値が下がるからその傾向は強くなるっていうのは分かるんですけど、うん、また今の中山だとまたちょっとね微妙になんか特殊ですからね。 もうとにかく、両馬場でクッション値8段中山っていう、これまで起こらなかったことがね、この秋だけ起こっているわけですから、これはね、なかなか長期のね、成績とかを見ても、あまり意味がないかもしれないなと思いますし、だ結構ね、みんな悩んでると思いますよ。あの、ラップ予想してる人とかね、タイムの予想してる人とかね、過去10年のオールカマーの、ラップはこうだ、馬場状態はこうだって、多分やりづらいんじゃないかなと思いますね。まあ、僕はもう、どっちみちそこはあの苦手なジャンルなんで、手を触れま、手をつけてませんけど。 うん、そういうね、専門家の人たちの声も聞いてみたいですね。多分うわどうしようかな、今年だけは全く別物だよなっていう人は、結構あの、マジもんなんじゃないかなとは思いますけどね、そこでなんかちょっと見抜くことができるというか。で、えー、っと、中山の芝の2,200メートルのリトーハロなんですけど、まあ、見ての通りでね、母数少ないですけど、時計が早いっていうことは、もうプラスに見た方がいい、そんなようなね、えー、結果にはなっていますので、 えーと、ま、ぜひね、ここは覚えておいてほしいですね。で、時計が遅い方の成績が悪いんですけど、まあ、こうなってくると、ウッド組の成績が悪い、もしくは、えー、ウッド組の中でも反路が早い、えー、日曜日の反路とかね、一周前の反路とか、一前、うん、レース一前、レース前7日間の、 えー、中で反論も使ってその反論も早くて追い切りウッドの馬はいいですよねとかっていうことにはなってしまいますねはいなんであの反論の時計が、えー、どこで調教していたとしても、えー、追い切りは反論じゃなくても反論の時計が重要ですとでこれ先ほど言いましたけどね改めて美保、えー、の反路の運用再開が10月4日で決定したというニュースがありましたそしてプレイオープン期間があってスプリンターズ・ステークスの最終追い切りは使えるそうですということになりますから はい、いきなり変化があったね、工事をした後の半路で、追い切りバシッとやる、そのね、手探りの状態じゃないわけですよ。はい、手探りの状態じゃないわけじゃないで、違う、手探りの状態なんですよ。手探りの状態ので、えー、半路で追い切って、G1 ってね、なかなか勇気もいると思うんですけどね。うん。あと、ま、時計がどんぐらい違いが出るとかね、あの、ラップの形にどんぐらい違いが出るとか、そういうところは、だからもう来週ってことですか 来週になるのかなそうですよね。来週からもう、あの、チェックしておかなければいけないっていうことになるんですよね。ねえ、HOWIN m a r であったり、オールワットワンスキミワクイーン、東進マーカーをナランフレグあたりはね、登録しているわけなんですけど、この辺がね、反論をどういうふうに使うか、あの、追い切りじゃない、追い切りしか使えないのかなどうなんだろう。うん、ちょっとその辺もね、なんかあの、情報がまだ、えー、はっきり分かってないんですけど、まあ、これはもうあの、全競馬ファン、 ね、あの、このプレイオープンの時からしっかりチェックしておかないと、スタートダッシュ乗り遅れますよっていう感じはしますけどね。で、ラップなんですけど、はい、え珍しい現象が起きていますということで、原則ラップでも成績が良いんですよね。なんならニハロン12秒台まとめの原則ラップの方がいい。まあ、タイムが早い馬にね、あの、多くなってくるので、こういう傾向が出ると思うんですよ。だから、ラップがね、綺麗でビシッとしまい加速しているよりも、全体タイムが早い方が、 うん、重要っていうね、そういう傾向が出ているコースなんだなと、まあまあ、まだ言うてね、過去5年ぐらい見ても、こんな母数しかないので、あれですけどね、もちろん下、立冬なんでね、これ、中山の話をしてるので、なかなかね、あの母数は揃っていませんけど、これもまあ要チェックですよね。うん、加速ラップでビシッとしてるからいいんじゃなくて、タイムがいい方がいいんだっていうのは、まず頭に入れておいた方が良いコースであることはね、現時点で間違いないと思います。 次、リットのウッドなんですけどね、あんまりあの、パッとしないですよね。はい。えって思った方はね、あの、回収率しか見てないと思うんですけど、えー、姉妹11秒台とまあ、母数が少ないので、こんなもんになっちゃうわけなんですよ。はい。なんですけど、これ後ほどね、またあの、違う角度からあの、コース特注出てきますので、えー、とりあえずこれはこれで、ま、あ姉妹早いに越したことはないなぐらいに、えー、イメージしておいてもらえたらなと思います。 でも、見本に関してはもうね、あの、割とはっきりと姉妹11秒台の方がいいのかなっていう感じですよね。勝率の差はもう大きくないですけど、副勝率の差がね、6%ぐらい5%か、ありますからね。はい。ねなんでやっぱ美保のウッドも姉妹が早い馬の方がいいよねっていうところですね。 で、コース特注調教です。はい。えー、立東のウッドはゴハ波論で67秒以下、えー、67秒台以下ですね。で、えー、っと、美保のウッドはゴハ波論が65秒台以下というようなね、えー、ところです。だからまあ、時計がいい馬っていうのが、ウッドの時計がいい馬が、えー、いい結果を出している。プラス、反路が早い馬ですね。はい。反路が早い馬がいい結果を出しているっていうところなので、調教のね、 あの、時計がいい馬が走っているわけですよ。簡単にまとめて言うと。なんかあんまそんなイメージなくないですか中山の芝の2200メートルってね、ちょっと癖もあるコースだし、えー、調教が早ければいいやっていうね、そんな単純じゃないとは、あの、そんな単純でしょうか単純じゃないでしょうかっていう二択の問題を出したら、ね、答えは偏ると思うんですけど、実は割と単純っていうね、そんな結果が出ているので、これはまあ、あの、チェックしておいていただけたらなと思います。 で、えー、気になるものね、ご紹介していきますが、えー、やはりジェラルディーナから少し話したいなと、まあ。昨年ね、本命にしたんですけど、同じね、このオールカマーデで、ね、見事に勝利してくれましたが、あの時の予想の根拠、えー、この赤文字のとこですよね、こういうことを話してたんですけど、ジェラルディーナはクッション値が低い時の方の構想がもう多いと、圧倒的に多いです。で高い時には馬券内がとても少なかったんですけど、 それが最近。この最近っていうのはね、前回のオールカマーから見ての最近です。はい。クッション値高めの重症で連続で高層していたと。ってことは、高いところでも高層できるようになったってことは、今回低くなるんだったらよりね、力を出せるんじゃないのかっていうところからで、まあ、5番人気でしたけどね、1着になってくれました。しかも干渉でしたね。はい。で、結局その後もね、また去年とまあ同じようなもんだなっていう感じなんですよ。 まあ、っていうのはね、クッション値の低かった有馬記念で3着、また高想しましたよね。で、クッション値9.8、高くなった大阪杯で破れました。でも6着、まあ頑張りましたよね。で、クッション値9.9、もう10近いところの宝塚記念で負けましたけど、4着。はい、馬券内に来たのはやっぱりクッション値低いところだけでしたけど、その後も。えー、高いところでも高想できている。やっぱりジェラルディーナ強いなと。えー、で、高いところで強い相手に前線からのね、低いところで高想っていういつものパターンなんじゃないのかなって感じで、えー、ジェラルディーナはね、えー、現時点の成績なん ですけど、えー、クッション値9.5以上13戦して2勝2着1回3着2回馬券が8、えー、クッション値9.4以下、えー、6戦して4勝23着1回というね状況になっていますでまあ中山のねこの異常に低いクッション値っていうのはまあまあ継続すると思いますよ。うんこの何でしょう火水木でなんかそんな変化とかつけれないと思うんですけどねどうなんでしょうね。 わかんないですけど。はい、えー。で、まあ続くでしょう。急に変わっても変な話なんで。で、もうチャンスであることはね、昨年同様かと思いますけど、当然オッズはね、ずいぶん安くなりますよね、去年より。うん。だから当てたから言うわけじゃないですけど、去年が買い時だったわけで、やっぱ去年のあのタイミングで買っておかなきゃダメだったと。 で今年買って当たったとしても、まああのー、どうでしょう、単勝図で3分の1とか4分の1になっちゃう可能性もあるのかな。うんなんですけど、まあ、なんでしょうね、その去年と、結局、僕がなんでジェラルディーナ買いたかったっていう根拠と、ほぼ同じことが <laughs> そのまま継続して起こったまま1年経ったので、まあ、そんなに人気でも嫌う必要はないよなとは思ってます。はい、なんで、ジェラルディーナ本命にする可能性も全然、ね、ありますよ。 でえ、次にガイアフォースで、はい、北三ブラックン区で。なんかね、やっぱね、勘違いされてるけどね、なんかあの視聴者の人ね、僕北三ブラックン区っていうか、北三ブラック嫌いだと思ってるでしょ。うん。失礼な話ですよ、それは。全然ね、嫌いじゃないんですよ。北三ブラックン区の特徴が濃いよねっていう動画を前にアップしただけですよ。 基本的には、はい、で、その上で、あの北三ブラック三空はすごい祭り上げられて、すごいすごいって言われてるけど、すごいの一部分の条件だけですよ、うん、でも高額馬が売れましたよね、どんどん出てきましたよね、だから急にクッション庁、JRA がどんどん拡充を下げてって、もう雨が少しでも降ったら、北三ブラック三空が優遇、あの活躍するように。 ビジネス的にね、そういうことをしていくのは嫌だな、やるかもしんないよねって言ってたら、なんかいきなりもうそんな感じになったじゃないですか。なってきてるじゃないですか、雰囲気的に。それが腹立つだけなんです。はい。それが先週の怒りにつながってるだけで。だって僕、セントライト記念、あれですよ、2015年のセントライト記念だ、だって北サンブラックの短所を取ってますからね。はい。好きな馬ですよ。はい。うん、そこはね、ちょっとね、皆さんね勘違いしないでほしいなと。か北さんアンチみたいに思われてるんですけど、全然、全然、むしろ好きですよ。 うん、好きだからこそっていうところね、えー、あるんですけれども、はい、えー、ちょっと話がね、今、前置き長くなりましたが、まあ、あの、前置きっていうか、それも重要な話なんですけど、はい、で、あのー、 <laughs> で、今この文章を思うと思ったらまた同じようなこと書いてありますけど、各地のクッション値が下がることでおそらく一番恩恵を受けるのは北サンブラックサンクであると。とにかくクッション値が低いほど構想率が上がりますし、そこに雨でも降れば水を得た魚状態ですよねっていうことです。はい。で、今週末の天気がまあ大きく崩れる予報じゃないんですけど、なんか不安定な天気で金曜とかなんか土曜のちらっと降るっぽいじゃないですか。うん。 ああなってくると、中山のクッション値がもともと8台なんで、8台の両馬場じゃない、やや重い以上の可能性があるわけですよ。もう北三ブラックサンクがその水を得た魚になっているのはその条件だけですよね。はい、そうなっちゃうと、思いっきりガイアフォース有利になっちゃうケースもあるなと思うんですよ。うん。で、少なくとも中山のクッション値10.0とかね、割と僕、ちょっと前までは当たり前だったような状況で、えー このガイアフォース、北山ブラック3区の不安が大きくなるなんてことは、まず起こらない状態で解散開催が進んでいるので、で、その中でね、マイル連戦を経て、マイルでもいい競馬しました。えー、頑張りました、ね。で、距離延長。 うん、でポジションも取りやすいのかなっていうふうになると、まあ、上位争いはこの馬だったら難しくない状況だよねっていうね、調教、うんまあ、部分の加点は、この馬のこれまでの状況を見ていると、あまりこの中山の芝2200メートルではなさそうだなとは思うんですけど、うん、嫌う要素がねあの、特にないんですよね。 さあ次にタイトルホルダーなんか気持ち的には頑張ってほしいですけどね。はい。えー、天皇賞春での競争中止からの復帰戦となります。まあ、能力に関しては疑いようもない馬ですし、うん。まあ、あのー、強い。 ただ強い馬だと思うんですけど、ただその2ゲーが有利じゃないコースなんですよね、割とね。はい。予想外、イメージよりね、全然勝たないんですよね。で、まあ、どういう競馬狙うのかっていうところは、この馬の気になるところですし、タイトルホルダー自身は、クッション値9.5以上で5勝もしてますね。でも9.4以下でも5戦して、 えー、2勝2着1回と、まあ、特に問題ないですよね。低くてもね。高い方がいいのかなと若干思いますけど、でまあ、馬場状態はそこまで気にする必要はないのかなと思います。ただ、その、これまではね、反路使って、日曜とかに反路使って、ウッドの追い切りの組み合わせで来てますけど、この反路なしのね、えー、期間に入りました。で、そこから、あの、まあ、最初の競馬になるわけなんで、このタイトルホルダーは。あと1周ずれてればね、このレースがね。<laughs> あと1周、あの、後ろ倒しだったら反路使えたんですけどね。 うん、でまあそういう状態でね、販路なしの、あのー、初ですよね、初競馬、で休み明けっていう点は、ちょっとまあ心配にはなるよなっていうところですかね。 うん、ここで全力出さなくても、後にもっと全力でねあの、いつものパターンで仕上げるチャンスもありますからね、いくらでも。はい、なんですけども、1週前のウッドで65.9秒いい時計出していますし、まあ、追い切りも早いことが多いですからね、この1週前時計と同じぐらいのタイムよりとか、ちょっと早いんだったら、コース特注状況に該当もしてくるわけですから、そうなってくると、ちょっとね、あの見逃せなくなってきますけど。 思い切りでガツッとタイムが落ちてたりしたらなんか、うん、今回か買うのはっていうね、次なんじゃないかってハンド使えるようになったら次なんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。次に、えヒトです。はい。えー、まあ中山のクッション値が低い状態になっているっていうことで、 僕的にはちょっと楽しみが増すのはエヒトだなっていうところですかね。はい。なんであの、今週は、泣きの買い目じゃなくて、怒りの買い目だとか、あんなね、あの、年に一回もないテンションは、には、あの、今週はならないと思います。はい。エヒトのクッション値別の成績がね、クッション値9.5以上で12戦して、2勝3着1回9馬圏外、クッション値9.4以下で9戦して、1着3回、2着3回、3着1回馬券圏外2なんですよ。 うん。で、加えて、クッション値8台、今の中山が8台ばっかですけど、えー、参戦2勝してるんですが、その2勝がね、小倉記念と七夕賞なんですよ。あそこクッション値がって下がってたんで、うん。そこで勝ってる、クッション値8台の、あの、重賞で勝ってるって、結構、今の中山でね、まあ、またちょっと特殊かもしれませんが、クッション値のとこだけに目をやれば、かなりね、これはあの、ポイント高いなって思うんですよね。 だって、まあ、クッション値8台ですよね。8台以下の重症で、まあ、札幌函館はもうほとんど、ていうか、まあ、すべてそうなっちゃうので、除くとして、2勝、重症ねしてるって、え人だけですよね。しかも2戦2勝なんですよね。タイトルホルダーが参戦して、1勝2着1回。ガイアフォースが2戦して1勝、ジェラルディーノも1勝、まあ、昨年ですよね。新たが2戦して、2、えー、馬券内に3着ですね。とかなので、 えヒとはね、その部分の切り込みの角度だけで見れば、うん。なんかあの、一応なんか実績としてはちょっと実は少しだけ抜けているっていうね、見方もできたりもするんです。はい。で、えっと、クッション値9.5以上で2勝はしてるんですよ、えそっち高いところでもしてるんですけど、ただ9.6から9.7までで、ね、高いって言っても、あの、まあ普通ぐらいのクッション値ですよね。ちょっと前までの。 9.8を超えたとこで、そこでも結構走ってるんですけど、3着1回、馬券が4なんですよ。で、やっぱそう見ると、あの、低いければ低いほどいいのかなっていう感じですからね。うん。で、さっきも言いましたけど、クッション陣8台以下でね、重賞2つも勝ってるの、この馬だけだし、しかも2戦2勝だしっていうところで、結構面白いなと。今、中山競馬場であれば、やっぱ1戦級の馬たちを任すチャンスがありそうかなと。 うん、逆にここでもう全然通用しなかったらやっぱり、えー、ここら辺からはきついのかなっていうふうにもね見れますけどね。 で、まあ、このエヒトに関してはね、もう一個、まあ、あの、森旧舎の本当にあの、いいところが濃縮されている馬ですかね。エヒトの過去の調教とかだけ見ていけば、あの、森旧舎のね、調教のパターンとか、結構もう見えてしまうぐらいの感じですよね。で、反論が早いだけじゃなくてね、ラップも綺麗っていう形で、まあ、旧舎の必殺パターンになる。まあ、そういう説明は、あの、もう毎週のように、あの、追い切り判定動画でね、紹介している内容なんですけど、はい。 毎年プラスなんでね、今年もすごくいい成績なので、まあ、皆さんからこれ以上言ってくれるなとはよく言われますけど、えヒトもね、前5章のうち4勝はいつも追い切り判定動画で紹介しているあのパターンですね。はい。ちゃんとラップが綺麗な時、早いだけじゃなくて綺麗な時っていう時です。はい。で、えー、今回えヒトですね、1周前に50.8秒出してます。えー、ニハロンとこ11秒台の姉妹原則の形。月曜日にね、すでに52.5秒で姉妹11秒台ラップ出してるので、 まあ、あの、追い切りで緩めても全然問題ないし、はい、もうこれ以上やる人も多分ないと思いますし、もう一発ギア上げた調をさらにしてきたら怖いですよ。より怖いですよね。ただ、そこの、そこでなんか、50秒台とかね、50.5とか出しちゃってるんだけど、ラップがとっちらかってたりすると、途端に変えなくなるんですよ。森球車って。うん、もちろんそれで勝つ馬とかもいるんですけど、もう期待値とかで言ったら、もうはるかに下がっていくので。うん、なんで僕はね、あの、そうですね、もうそんなにあの、 そうですね、バチッとした調をやんなくてもいいんじゃないかなっていう。はい。ただ、駅と結構買いたいので、変な距離で最後閉めるのだけは勘弁してほしいなと思ってます。次に、えー、ノースブリッジ。はい。えー、こちらね、大阪杯以来の競馬となりますけれども、このまま、ね、ウッドですごくねあの、いい時計出して動くので、動くことが多いので、えっ、ー、と、まあ、中山の芝の2200メートルでは気になる存在だなというとこですね。で、まあ、ピンかパーかのタイプも、なのも面白いですよね。 ね六勝二着ゼロ三着一六馬圏外ね。で、えー、一周前が五ハロン六十五点七秒なので、まあその時計が追い切りだったらコース特注長期を離外としてるんですけど、はい、もちろん追い切りで早いね、ケースもあるので、さらにあの、いい時計出すかもしれませんけど、これだと緩めるかな。まあまずはあの、追い切りの数字をちゃんと、えー、確認することが重要かなと思います。はい、ただその奥村旧舎なので、えー、反路使ってね、えー、日曜日に反路使って追い切り打としまい、早めが定番で一番成績もまあ、あの、安定するので、 まあその定番が当然この反路工事中なので実現できないっていう点はね、あのー、まあ不安かなと、ノースブリッジに関してもあと一周違えばね、っていうところですかね。まあ立冬にね、滞在っていう点もあったのかもしれませんけども、うん、まあ本当に、 あとはもう今週までなんでね、この反路がないっていう世界観でね、馬券を買うのなので、その最後の最後に、こういうね、反路プラスっていう、ウッドっていう馬たちが出てきて、盆走とかするのはなんかちょっとかわいそうだなとも思うんですけど、逆にこういう馬たちがね、状況があの元に戻って、あの、挽回する可能性も結構高いと思いますから、 うん、そういう点でもね、チェックしておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ノースブリッジ自身もレース前7日間全く反論なしでの競馬っていうのはですね、キャリア初ですね、13戦走っても G1 まで走ってます。重賞ウィナーですけれども、キャリアとしては初の事例となります。で、クッション的にはね、上下万能タイプかなっていう感じですね。 はい。そしてね、あの、サムネイルにもしました。新た。はい。あの、一応、串カツ食ってるイメージだったんですけどね。まあ、新たと言えばね、あの、串カツ新たというね、お店があって、まあ、僕も割と好きだったりするんですけど、ちょっとね、AI で作れるかなと思ったんですけどね、頑張ったら作れましたね。串カツのようなものを食っている馬。はい。で、その新たなんですけど、あの、札幌函館の出走が多いからでもあるんですけど、こんだけね、あの、新た、ちゃんとキャリアがある馬なのに、 ねえ、もうあの、21戦とかあるんですけど、クッション値9.5以上で走ったこと3回しかないんですよね。はい。なんですけど、クッション値7.8以下で4勝してるんですよ。まあ、函館3勝なんですけど、中京1勝。で、えっと、馬券内。これがですね、福島記念の1回。で、中京で2着っていうところね。これが1回。はい。低いとこはね、走ってるんですよね。函館を覗いたとしても、なんか割とこの馬走るよね。だから福島も走るし。 ね中京でもね、珍しくクッション値低い時とかを走るんだよねっていう感じはするんです。で、これに加えて怖いのがですね、クッション値、まず発表前とはいえ、中山の未勝利、まず勝ってます。中山で走りました。芝、えっ、ー、と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 、芝、えーえーえー、の2000メートルですね。はい。 で、まあそこはやや重だったんで、まあもしクッション値発表がその時にね、その時代にあったとしたら低かったと思うんですが、えー、中山の芝の2200メートル、このコースでクッション値10.2ま非常に中山らしい、もともとの高いクッション値で勝ってるんですよ。うん。で、クッション値9.7の、えっ、ー、と、今年の金牌ですよね。中山金牌で4着。でもタイム差なしですよ。0.0差1着と、タイム差なしの4着なんですよ。 うん。で、これトータルで考えると、クッション値が低いほど高層が多い馬なんだけど、中山競馬場ではクッション値が高くても高層してるんですよね。うん。じゃあ中山でクッション値が低い場合ってどうなんのこれもしかしたら究極に合うってパターンないかいっていう。うん。で、人気考えると、その説の、が実証された時に、立証された時に、 いい配当が当たってたらそれでいいんで、立証されたきゃもう外れてもいいんで、新たはね、もうこれ買いだなって僕は思ってます。よくあるんですよね、このケースね。これまでうちのチャンネル見てらっしゃる方で,でも、まあこのパターンで構想した馬とかもいるじゃないですか。なんでね、うん。なんから昨年のジェラルも近いとこありますよね。クッション値低いとこでしか構想してなかった馬が高いとこでも構想し始めたんだから能力が上がってんじゃないの。 じゃあ低い時に高層しますよねって言ったらオールカマー勝ってね、有馬記念3着で他クッション値高いとかやっぱり馬券街じゃないですか。で、あなたもちょっとそれと似てると思いませんクッション値低いところで高層してることが多いんだけど、クッション値が高い中山ではそこそこいい感じの競馬をしてるんですよ。うん。うん、一緒クラス勝ち上がって金杯でタイム差なしなんですよ。ってことはだから、えー、ね、タイム差をつけられてないわけですよね。その条件ではね。勝ってるかタイム差をつけられていないかっていうくらい高層してるんですよ。高いところで。 この組み合わせってすごく面白いと思うんですけど、どうですかね皆さん。どうですか聞いてますか <laughs> 聞いてますか僕だけ熱くなってませんから。だからね、ちょっと新たかなり気になるな。で、去年オールカマーのジェラルディーナをそういう狙い目で当てているだけに。でね、中華名だったでしょ新たはも多分、なんでしょう、単勝10倍台、20倍台ぐらいだと思うんだけどな。もっとついたら嬉しいけど。 うん。2年連続そのパターンかよみたいなで。来年3度目の正直じゃないわ。2度あることは3度ある。みたいなね。そんな予想につなげ、繋がっていけば面白いなとか思うんですけどね。はい。まあ、何にしても新たはめちゃくちゃあの気になっているので、あとはまあちょっとね、調教の部分とかですよね。そこであまり追い風はないかなとは思うんですけど、うん。ねこの馬も反路はね、あの入れておきたいタイプですからね。しかも早めのね、 そういった点ではちょっとしんどいんですけど、ウッドでバシッと早めの時計とか出してきてくれていたら、行っちゃうかもしれませんね、僕はね、この馬に。はい、え次にゼフィロ、ディープサンクなので、あの、まあ、中山の異常なクッション値の下げ方でオンリーワンを逃したと。ま、一頭だけディープサンク登録してます。で、クッション値が高ければチチ、父ディープインパクトサンク。まあ、とても成績が良いコースなんで、 ねえ、そこですよね。こういう現象が起きてますよね。特にディープがなくなってからしばらくしたらディープのンクが得意だったクッション値とどんどん逆なケースが増えたりとかね。うーん。 してますよ、まあなんかそういうところと北さんの話をつなげてたんですけど、まあ、今んところ全部点と点はつながってるので、まあ、この先ねあの皆さんが見てどういう風にそれが線なのか線になってるのか点で終わったなって思うのかはちょっと、まあ、まあ皆さんの判断に任しますけどはいで、えっと、ゼフィール自身はまあクッション値万能でね不安なのは1ドりぐらいのものだったんであとはもうクッション値が高ければ。 うん、僕はゼフィーロ変えたいよなって普通に思ってます。今でも思ってますよ。万が一週末のクッション値が突然ビャーンって上がったらもうゼフィーローだなって思います。はい。で、もちろんね、クッション値が低くても関係なく構想できる能力、実績もあるんですけど、まあ高い方がね、今後の,のコースでは面白かったなと思います。えー、あとはその反路でもどれも早い時を出すことが多い馬なので、その点ではね、中山の芝2200メートル、調教での加点は大きくなる可能性が結構高めの馬だったりしますね。 うんであとはまあ人気次第というか、まああの、今紹介してきた馬の中でもまあ人気ないだろうなと思って喋ってる馬たちも結構入ってましたけど、人気上位組はなんとなく分かりやすいじゃないですか。で、上位組でちょっと人気が割れるのかなぐらいまではなんとなくイメージできますけど、中和なところにやっぱ魅力的な馬が多いので、あの、どれが穴人気しちゃうかなっていう、だからそこのなんかルーレットですよね。自分が買いたいなと思ってる馬が、買いたいオッズじゃなくなってるパターンがあるわけですよ。うん、だから競馬予想、 予想をしろって言われりゃ、ね、別に印を打っていくだけなんで、誰でもできますけど、馬券の予想っていうところで考えなきゃいけないので、で馬券の予想する上で一番大事なのは、もうどんなクッション地でもない、調教でもラップでも決闘でもないですよね、指数でもなければ、機種でもないですよ、オッズなので <laughs>、ねうん、そこはもう間違いないじゃないですか。 ねえ、えっと、例えばタイトルホルダーの単勝100倍あったらみんな買うでしょタイトルホルダーなんで1円もいらねえわって今言ってる人たち世の中にいると思いますけど、タイトルホルダーの単勝100倍だったら買うでしょっていうね。はい、えー。そういうことなんですけど、あのー、 そういった点で言うとすごくね、難しいですね。で、確固たる主役がいないというか、まあ、三つどもえ四つどもえみたいな感じの空気ではあるので、あとはちょちょちょっとね、メディアがなんか、あの、この馬がなんか抜群とかね、あの、全然調教の時計、あの、遅いのに抜群とかね、超抜きとか、なんか、なんか絶、絶なんとかとかって書くときあるじゃないですか。ああやって音動かそうとする時ありますけど、ああいうのによっても、週末の音全然変わってくると思うんでね。 うん。なんで僕としては割と不安かな。回転はいっぱいいるけど、買いたいオッズにどの馬が入っているのかっていうところ。うん。まあ、週末はちょっとそこまで想定して買わなきゃいけないですけどね。はい。まあ、そう、面白いけど難しいなと思います。 以個告知です。はい。えっ、ー、と、先週からね、告知してますが、あのー、競馬ブックさん、競馬道さん、KOL データさんですね。と、えー、なぜか私が、あのー、コラボしているキャンペーン。今年の春に第1弾ありました、ありましたけど、第2弾も始まりました。動画の概要欄の URL からどうぞという感じです。あんまり深くはもう紹介しませんけどね。はい。あのー、まあまあまあ、あの、コラボというかね、コラボさせていただいてるというか、あの、もう格が違うので。はい。なんで、あの、僕みたいなもんで、 よろしければっていうところで、やっぱりそれなりのものを献上しなきゃいけないので、えー、自分がちょっとね、えー、とっておきで隠してあったようなことも動画にしました。まあそういうものが見れるということになっております。で、キャンペーンの春のキャンペーンにね、あのー、んでしょう、申し込んでくださって利用開始された方の対応とかは考えるってちゃんと言ってくれてます。はい。それツイッターでね、あの、僕交渉してきますって言いましたけど、なんか対応は考えてるそうなので、 まあまあ、どんどんお問い合わせしてみていただければなと思います。あの、僕じゃなくてね、KOL さんとかにね、あの、要望を出すとか。はい。あとはなんか、もうちょっとキャンペーンに、じゃあ、あの、こんだけ反響があるならっていうことで、なんかいろいろあの、またバリエーションが出てくる感じの、うん、そんな気配もなんかちょっと、リアクションでは、あの、感じるところなので、またそれがね、始まれば、あの、なんでしょう、告知させていこうか、いただこうかなと。 思っております。はい。まあ、そんな悪いものじゃないと思うので、いい話ばっかりが、あの、また、あ、お得なものばっかり出てくると思うんですけどね。なんかちょっと、またあの、一段ギアを上げてですね、KOL さんが動いてくれるかもしれないので、はい。またその続報もね、お待ちいただければなと思います。 はい。えー、そんなわけでお届けしてまいりましたが、ぜひね、チャンネル登録、高評価なんかしていただけたら嬉しいです。競馬バーン調査の竹内がお届けしている竹つべというチャンネルですが、一本前はですね、えー、そちらも昨年的中している神戸新聞杯の対策動画アップしております。なんで先週でない昨年はね、ね、ダブル的中だったんですね。<laughs> 後から思い出しましたけど、もオールカマーの印象が強すぎてね、神戸新聞杯当たってたってこと忘れてましたけど、うん。まあまあだから、一週前じゃないわ、一年前か。 すごくいい結果だったんだなと。で、去年ローズステークスも一応当たってて、今年もね、あのー、当たったじゃないですか。はい。で、えっと、セントライトは外してる。全く同じなのかな今んとこ去年と今年の的中の流れが。ただ、的中してる配当が良くなってるだけですよね。2年前のローズステークスね、えっと、何でしたっけアートハウスでしたっけ違った <laughs> これ違うとね、こういうの違うとね、あのー、皆さんうるさいんですよ。 あのね、競馬ファンの方たちって場面間違えると、あ,あ、そうですよ。アートハウスですよ。よかった。はい。<laughs> アートハウスが、えー、っと、勝ちましたね。であ、あそこはまあ安い配当なんで別に当たったぞーとかってね、そんなにはあの言えないような感じでしたけどね。今回は、えー、マスクとディーバね、割と平日からずっと押してきて、調教もね、全部二重丸つけましたけど、えー、23.2倍で1着ということで、そう考えると去年より流れいいんじゃないのっていう感じですからね。うん。 去年はね、ジェラルのところが配当良かったですけど、まあ今年はじゃあ、あ新たで、<laughs> 新たとかエヒトでね、オールカマーいい配当を取って、うん。で、神戸新聞配はちょっとね、あのー、まあ穴っぽいところも気になっている馬紹介してますけど、あと追い切り次第でも行ってもいいかなって思う馬、まあ、いるので、人気ないとこでも。 はい。なので、まあ、ちょっと今週は、そうですね、もうあの、週の始めがね、えー、3日間開催が終わって、火曜日からなので、もう明日になったら、もうい切り判定動画も作り始めなきゃいけない、えー、夜にアップできるか、木曜日にアップできるか分かりませんけど、やはや週末なんで、もうあの結構怒涛のごとく過ぎていくんで、まあ、怒涛のごとくアップする動画ね、全部見ていただいて、週末まで一緒にちょっと楽しんでいただけたらなと思います。はい。で、また G1 シーズンになったらね、あの逆にお休みするというか、逆に G1 だけの対策動画とかだけになると思います。 うん、あの逆にねその G1 シーズンを僕は休んでるんでいつもね動画のアップするペースでいうとなんででもやっぱあのちょっとまだ手の方もねまだあの全然良くなっていないので、はい、G1 シーズンねちょっとあのペースを落とすかもしれませんが逆にその重症対策とか追い切り判定を G1 だけに絞り絞ることによって空いた時間でうん。 あの、またね、ターゲットの使い方、今この画面にも出てますけどね、えー、馬券法とか、オリジナルの馬券法の紹介とか、ターゲットの使用テクとかね、なんかの、まあ、 ええと、あと何があるかなえ、調教のね、この調教師のネタとかね、そういうのも、あの、ピンポイントでやってもいいかなと思ってますので。はい、本当にあの、一応バラエティに飛んだチャンネルではありますので、ぜひね、これからもね、この秋も、えー、見ていただければなと思います。ということで、じゃあ次はですね、追い切り判定動画ですかね、そちらでお会いしましょう。竹内でした。バイバイ。